狼男は1941年アメリカのユニバーサル映画が制作した映画、狼男をテーマとしたホラー映画の代表作、主演ドン・チェーニー・ジュニア、監督、制作ジョージ・ワグナー。脚本は SF 作家のカート・シオドマク。制作が第二次世界大戦中であったため、日本では劇場未公開。戦後に狼男の殺人の題名でテレビ放映され、 長くその名で知られてきた。2003年に狼男として DVD がリリースされたのに伴い、現在では一般にこの題名で呼称されている。1930年代にマジン、ドラキュラ、フランケンシュタインをはじめとして、ホラー映画のヒット作を多く生み出してきたユニバーサル社が、サイレント時代の怪奇スター、ロンチェーニーの息子、ロンチェーニージュニアを新たなスターとして制作した。 ホラー映画、人道伝説に基づいているが、特に原作小説を持たないオリジナル作品である。また、ユニバーサルは1935年に狼男をテーマとしてロンドンの人狼を作っているが、それとの継続性はない。設定も異なる独立した作品である。本作は戦時下の公開であったがヒットし、狼男はドラキュラ、フランケンシュタインの怪物、ミイラ男と並ぶ。 ホラー分野の有名キャラクターとなった劇中のローレンス・テルボットは本来好人物であるが狼つきに噛まれたために満月の夜になると狼男に変身し自分の意志に関係なく殺人を犯してしまう二重人格的なキャラクターであるその人間ローレンスの苦悩と凶暴な獣人の恐怖を演じたチェーニー・ジュニアもこの狼男を 最大の当たり役として1940年代を代表する回帰スターとなった。一方でタルボットを襲う狼月を演じたのは魔人ドラキュラのドラキュラ役で知られる1930年代の大スターであったベラルゴシ。本作では早くに近い位置づけで回帰の主演スター交代を印象付けた。本作のヒットにより1943年には続編となるフランケンシュタインと 狼男が制作されたが、同作はフランケンシュタインシリーズの続編でもある。二つのシリーズが融合して一つの世界を形成することになった。ジェーニーは先行するフランケンシュタインの幽霊ではモンスターを演じていたが、このフランケンシュタインと狼男では、モンスターはベラルゴ氏に譲り、狼男役に専念した。ジェーニーはその後も三本。 合計5本のユニバーサルホラーで狼男を演じた。ウェールズの名門タルボット家の次男ローレンスは、兄の死に伴い父ジョンの後継ぎになるために故郷に帰ってきた。ラリーは、父が購入した望遠鏡で街を眺めていて一目ぼれしたこと親の娘グエンと、その友人ジェニーと共に、ジプシーの占い師ベラの元に出かける。 ジェニーが占いを受けている間、ラリーはグエンを連れて沼を散策するが、ジェニーの悲鳴が聞こえたためラリーは悲鳴のする方向に向かう。そこではジェニーが狼に襲われており、ラリーはグエンの店で購入した銀のステッキで狼を殴り殺すが、狼に噛みつかれてしまい屋敷に運び込まれる。ラリーの友人マンフォード警部は、ロイド医師と共に現場に向かうが、そこにはジェニーとベラの遺体があり、 さらに銀のステッキが落ちていた。翌朝、ラリーの傷がなくなっていることが判明し、警察はラリーがベラを殺害したと疑う。ラリーは無実を訴えるが、街の人々はラリーを、疑い距離を置くようになる。ラリーはジプシーが集まる祭りに出かけ、グエンと彼女の婚約者フランクと出会う。三人は祭りを楽しむが、ラリーは途中で二人と別れ、ベラの母、マレーバに接触する。マレーバは、 ベラは、狼付きであり、彼に噛まれたラリーも狼男になる。狼男は、銀の弾丸かステッキでしか殺せないと告げ、魔よけのために合暴性のペンダントを渡す。恐怖を感じたラリーがテントを出ると、マレーバーは仲間に、狼男が現れると警告して、街を出るように伝える。ラリーはペンダントをグエンに渡して一人で屋敷に戻るが、狼男に変身して墓掘りのリチャードソンを、 殺してしまう。マンフォードとフランクは狼男を狩るための罠を仕掛け始め、憔悴したラリーはロイドに助けを求める。ロイドは、ラリーを精神分裂症と診断して、街の外で治療するように助言するが、タルボット家の不名誉を恐れたジョンに拒否される。その日の夜、再び狼男に変身したラリーは屋敷を出るが、マンフォードとフランクが仕掛けた罠にかかってしまう。 ラリーは通りかかったマレーバの呪文によって人間の姿に戻りグエンの元に向かい彼女に町から出て行くことを告げる。翌朝、ラリーは街を出ようとするがジョンに止められ息子にかけられた疑いを晴らすため彼を屋敷の部屋に監禁する。ジョンは警察の狼男狩りに参加するがラリーはジョンに銀のステッキを持っていてほしいと伝える。 狼男に変身したラリーは警察に追い立てられて、沼地に逃げ、彼の身を案じてやってきたグエンを襲ってしまう。そこに、屋敷に戻りラリーがいることを確認しようとしたジョンが、現れ、彼は身を守るために狼男を、ステッキで殴り殺す。駆けつけたマレーバが呪文を唱えると、狼男は、ラリーの姿に戻り、ジョンとグエンは、愕然とする。ラリーの遺体を見たマンフォードは、 ラリーはグエンを守ろうとして死んだと語り、グエンを慰める。吹き替え放送1964年2月6日、ネット、ショック。本作のヒットによりユニバーサル映画は、チェーニー・ジュニアを、狼男役として4本の続編を制作した。しかし、第2作以降は、フランケンシュタイン・モンスターやドラキュラなど、複数の怪物が共演する、怪物エンターテインメント的作品になっていった。 シリーズ作は以下の通り、狼男フランケンシュタインと、狼男フランケンシュタインの館ドラキュラと、セムシオンナデコボコフランケンシュタインの巻詳細は、ウルフマンを参照当初は2009年2月に全米公開される予定だったが、追加撮影などのために2010年2月12日に延期された。日本では2010年4月23日公開。ありがとうございます。